はいどうも、ジャバレのノブでーす。まあ、いきなりね、こうザーッと荷物並べてるわけなんですけど、もう一人でアウトドア行って撮影してっていう、こうパッキングしてるやつをね、今回お見せしようかなと思います。で、まあ今ね、撮ってるカメラは一応 CX680 で一応持ってるやつです。ちなみにミヤさんもいますですね、カメラマンです、うん。なんでちょっとね、まあパッキングしながら入ってるものをね、紹介していこうかなと思います。そうですね、まあ左から行きますか、うん、左から行きましょう。一番最初これ外のテーブルですね。フィールドポップテーブルだっけ。フィールドポップテーブル、フィールドポッパーですね。こういうやつ、まあ出し入れがめっちゃ簡単になるやつですね。で、一番最初に伝えたいのはあれですね、カバンですよね。このカバン、もうカバン、うん、カバンね、こういうカバンにしてます。こういうカバン、メーカーね、ちょっと忘れたんで後でちゃんと字幕で載せます。で、容量は35リッターのやつですね。で、一応一人用として持ってきてます。脇に何ついてるの。脇はね、これはスポートナーっていうね、アウトドアチェアなんですけど、チェア自体は重いんで、このケースだけ使ってます。これがね、つけやすいんですよ、横にちょうど、ね、カラビナつけてね、カラビナつけてやりやすいんで、ボールシステムで。で、右側は水筒入れるやつですね、コモンベルのやつ、これつけてます。横は水筒ケース、水筒ケース、うん、まあ外につけてる付属部品そんなもんですね。うん、なるほどね、うん。じゃあ、まあ紹介しながらパッキングしちゃおうか。パッキングしよう。それが分かりやすいんじゃない。うん、じゃあ、まあいつものパッキングで言うと、一番下はクッカー入れてますね。これ名前なんだっけ、後で字幕で入れますね。で、このクッカーの中に、ガスバーナーヘッド入れてます。で、プリムスと、これがね、スズメバチ、これ予備用のガスバーナーです。めっちゃちっちゃいんですよね。で、あと、CB 缶でも使えるアダプター、変換アダプターね、変換アダプター、これを3つ入れてクッカーにセットしてます。まあね、撮影来てこう、撮影っていうとあれですけど、ガスバーナー持ってきてバーナーが使えなくなったら最悪なんで、一応予備をいくつか持ってきてる感じですね、うん。で、まあこれがガス缶ボディ缶ですね。110のやつだね。110のやつ、まあ大きいやつはね、重たいんで、一番コンパクトなサイズのやつにしてます。次は入れてるのはこのメスティンですね。出ました、メスティンって感じ。みんな大好きメスティンね。で、メスティンの下は一応このバーナーパッド入れてます。で、メスティンの中は、まあ、いつものスタッキングな感じかな。スタッキングの感じ、 S ビットと、 S ビットと固形燃料とガス装置とスプーン、フォーク、お箸、トングみたいな感じで入れてます今回は。まあ、この辺は日によって使うもの。そのトングいいよね、そのちっちゃいトング。これね、これいいんすよ、焼肉用のトング。そうちっちゃくこうね、まあ大人数でやるならこれちっちゃいと思うんですけど、ソロで行くなら十分使えるトングです。なるほどね、それをメスティンの中に入れる、入れて、これだけでかなりね、量が入るんですよね。おい、これが最初に話した外のポップアップテーブルと、これが風防ですね。風防、これはね、なんか黄色く塗ってるやつ、こんな感じ。まあ、黄色化計画っつって黄色くしたやつですね。メスティンのやつね、うん、の一環でおまけで塗ったやつです。これが B6 焚き火台、焚き火台やるやつ、これと一緒に100均の網とバーナーパッド入れてます。まあ、B6 も一応お姿をお見せしましょうか。まあこういう感じ、ショーズって書いてあるやつ、ちょっと色が変わってきて最近いい感じです。よし、
で、これもね、かなり細いので横の方にサクッと刺して入れてます。これがね、食器洗剤洗う用のやつ、スポンジとこれ洗剤ボトル入れて、で、これで持ち歩いてると。こういう炭ね、一応今回炭を1個だけ持ってきてます。こんな感じ。これがですね、お菓子、お菓子じゃないです。フリスクとチョコレートじゃん。違う。これね、焚き火を楽しむためのアイテムが入ってるんですよ。お、なるほどね。んで、開けるとこう入ってます。これティンタ、じゃじゃーんつって、まあそんなね、パカーつってパカってやつですよね。これティンダーウッド、木の破片みたいな、うん、木の破片ね、うん、まあ、着火剤としてね、持ってます。で、これが麻縄を入れてます。あと木くずを下に引いて、まあ、この辺も着火剤に使うように入れて、こう焚き火を楽しむためのアイテムとして持ってます。で、これがもう、これお菓子フリスクケース、フリスクケース。これね、救急グッズっていうんですか、うん、何入ってるんですか。これ絆創膏とか、うん、まあそんなね、まだ実際怪我したことはないので、いろいろ持ち歩いてるわけじゃないですけど、うん、まああと下痢止めストッパー。おー、下痢止めストッパー、うん、自然で、まあ外でうんちをしないように。外で痛くなったらもう悲劇ですからね、アウトドアになったら。あと椅子、これがモンベルの、これがね、軽くていいんですよ。こう、コンパクトにね、一人で行くやつ。アウトドアのチェアのこの背もたれついてるやつもいいんですけど、一人でこのリュックで行くならね、重たいってことで、こういうね、コンパクトにさっと座れるようなやつを今回持ってきてます。見せて。これ軽い、お、軽っ。激軽っしょ。これ軽いね。そうなんですよ。これいいね。うん、ケース付きで。おう、チェア26、うん、26g とかなんじゃない。あ、なるほどね。本当にそれは全然わかんないです。軽いよね。うん、軽い軽い、いいかも。は一応このスポートの本当の椅子が入って、椅子の中に椅子を入れる、ね、椅子を入れてるっていうね、そういうスタイルです。で、刃物系がこんだけ今持ってきます。モーラナイフのヘビーデューティーと、これ千吉、これナタですね、こやつ。じゃ、かわいい、うん、まあ、でもね、まあ、これで十分今使えてます。そんな大きいの持てない、あればいいんですけどね。で、あとノコギリ、ポケットボーイです。で、あとこのオンタリオのこのなんだっけ、ナイフね、ナイフ、うん、へえ、何でも使えるように1本だけ持ってきます。横の隙間がたくさんあるので、この辺にナイフ系をまとめて、おお、なるほど、入れて、これでギュですね。これ意外とね、このケースが使えてるんですよ。あとはこの辺のキッチンペーパーとか、まあコーヒー楽しむドリップコーヒーですね、うん、あとまな板、大きめのまな板っす。お、一応ね、ラージメスティン用のまな板ね、そのまんま入れてるっていうね。この辺もさっと忍ばせてるって感じですね。あとはこの牛革の手袋、焚き火遊び用のやつ。あと調味料、調味料とかを一応入れてるやつ。まあ一応火遊びアイテムここに入れちゃってるんですけど。おう、なるほどね。メタルマッチと、ね、なんだっけな、生理用品かな。違う、そんな、僕男性ですから。ワセリン綿、思い出した、ワセリン綿です。ワセリンが出てこなかった。これにね、着火剤として一応持ってきてるって感じかな。調味料はこういう風にモンベルのケースに入れて持ってるって感じですね、うん、この辺で入れて、これぐらいでメイン部分はこんなもんじゃないですかね、うん、はい、こんな感じで締めちゃいます。1個だけ紹介してないのがあった、このカーボン布、焚き火の時とかに、直火ダメな時とか、こういうの引いてやったりするために持ってます、
あこのワイルドボーイみたいなやつは、これはですね、これね、外側に入る。あ、違う、メインじゃなかったね、ごめんなさい。メインじゃないメインじゃない。そうそうそう、これね、あの外側でガンガン当たっても壊れないよ。こうやってこれぴったり、ここに入るんですね。失礼しました。いえいえ、大丈夫ですよ。まあ、一番使ってると言っても、あ、なるほど。お皿はこのサイドのところに。それサイズどのぐらい？これ750ml。ああ、なるほどね。はいはい。で、お、収まる。で、まあ一回立っちゃいます。うんうん、で、ここの隙間にですね、カメラ機材を入れてます。で、まあカメラ機材はですね、今撮ってるカメラが本来はここに入るんですけど、この CX680 のケース、ここに1個入って。ここにマイク、バッテリーは2個持ってます。おやつを入れます。これがアクションカム X3000。 まあ、一緒に入れてるのが携帯のバッテリー、充電池、電池ですね、2個持ってます。で、X3000 のこの体につけるやつね、こうなるほど、ガチャッとはまるやつ、こう胸につけるやつ。なるほど。まあ、一応雨とかあっても大丈夫なようにこの辺に一応一緒に入れてはいるって感じですね。なるほどね。20パッキン入れてます。ズバッとぞ、ズバッと。カメラはこんな感じですね、これぴったり。で、あと1個だけあって、そこにね、このライト、こういうやつ、LED ライト。そう、そうです、そうです。これがね、こう絞りが効くやつね。見えねー。ね、時間の時間の問題が、あ、でもこれ、あ、なるほどなるほど。こう、これ電池は単4が3本で動いてるんですけど。代わりにあの18650の型番の電池1本でも動くんですね。おー、なるほど。で、これが18650の電池が入ってる充電器みたいな、で、これで一応携帯も充電できるんですけど、まあこういう風に充電できて、で、最後こっちのライトが切れた時にそのまんまね、くるくるっと出してこいつをジャジャーンみたいな。そうそうそう、おー、電池が入ってると。そうそうそう、18650。そうそう、これ、まあ本当にアウトドアで真っ暗になったらもうマジ命の問題になるのかな。なるほどね。っていうね、怖いなと思ってるんで、一応電池を持ち歩いてます。ライト用の電池と充電器を兼用して持ってるって感じですね。で、この充電の線は一応この iPhone が充電できるこのライトニングケーブルと、あとね、このカメラの機材とかよく出てくるマイクロ USB か、マイクロ USB だね、うん、にんこのコネクターをなんかつけてるのね。そうそうそう、うん、先につけてどっちでも充電できるようにしてます。ブロックに防水ね、壊れちゃったら最悪ですから、ね、入れて、入れて入れて入れてで入れ取りますって感じですね。長いね、この動画。長いかもしんない、もしかしたら。あ、これ入れるの忘れてましたね、この体につけるやつ、スティックの三脚。おー、なるほど。これはここの上につけて、こうギュッとギュッと縛る。なるほど。これで、あとはあれか、一個だけ、シラカップね。シラカップはこう横につけてます。あ、そこに、こんな感じ。かっこいいな。お、こんな感じ。そうです。ほほほ、重たいです。お、なるほどね。お、へえ。詰まってますね。お、詰まってるね。こう感じ。詰まってる。おお。手順が見たこれ。あ、これでうろうろしてると。うろうろしてます。危ないね。こうですね。危ない人ですね。はい。夜逃げ人ってやつですね。これでまあ一晩は何かあっても越せるでしょう。テントないよ、テントが。テントはなくて、これかな、これがテントになるのかな。始まりつけて。なるほどね。これが一人でアウトドア行く時のカバンの中身ですね。
なるほど。こんな感じで今回はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。